はい、今回はこの人はですね、ゆるキャラで、まあゆるキャラって僕はどっちにこう調べますと2000人もいるんですね。2000体ものゆるキャラというのがいて、まあゆるキャラって今はちょっとこう衰退をしてしまいました。なんで今衰退してしまったかっていうと、かつてゆるキャラの選手権とかね、そういうゆるキャラのなんか大会っていうのがあったんだけど、これが2020年の時に終わって、それ以来そのゆるキャラの大会っていうのは全国的なね大会っていうのはやってないんです。ただ今でもその地方によってはその地方のキャラクター同士が集まってちょっとした、まあ、全国の人全員っていうわけじゃないけど、まあ、小規模的みたいなことはやってはいるみたいですけどね。ただまあ以前ほどの勢いがなんかなってしまった。まあそれは なぜかというと、まあゆるキャラの数があまりにも多すぎるっていうね。何しろ2000体もいるわけですから、その中でも公認されたキャラもいれば、非公認って言って、ふなっしーみたいにあんまり公認とされてないキャラクターもいるんですね。どっかの個人の人が、要するにそのキャラクターを作って、で、それをみんなに広めようと思って活動してる人もいるからね。で、そういうのが非公認キャラクターって、公認キャラクターってのは国が、認めたキャラクターですね。地域貢献って。で、最初公認キャラクターが地域貢献で出てきたのをはじめ、まあ、非公認としてクナッシーが、まあ、その、なんていうのかな、地域の梨の要請としてね、地域のその梨を、広めたいという形で、個人の人が、その、手作りで作って、で、フラッシーというものを生み出して、そしてこう活躍していたんですね。で、その場合、まあ、フナッシーが、まあ、特別すごい勢いでね、こう、非公認キャラと言いながらも、すごい人気が出たんですよ。で、そんだけすごいお金も稼げたんだけど、今はちょっとこう、非公認となると、さらに厳しい状態になってるっていうことですね。まあ何しろ公認にしろ非公認にしろそのキャラクターが多すぎるっていうかね、まあみんなそれは友達は友達だから、あのキャラクター同士で集まって情報交換をしたりとかするらしいんだけど、ただまあ同時にライバルでもあるから2000人もいるから、その中で自分たちのこう主張をしなきゃいけないじゃん。自分たちの地域のこういう特産品があって、自分たちの自分の存在っていうのを知らしめなきゃいけないから、まああんな2000人もいる中でそれを知らしめるっていうのは大変な数だしね。まあそれこそ私のように2000人のいるキャラ集めようなんて言ったらすんごいね、まあお金もかかると思うんですよ、集めてる側にとってはね。だけどまあそれだけなんていうんだろう、いるから、まああまりにも多すぎちゃって、ちょっとこう特産品っていう風な感じで紹介してたんだけども、何が何だか分かんねえみたいな状況になっちゃってね、価値が多すぎちゃって、でそれでまあそういったものがちょっと廃れちゃったらしいんですね。最初はゆるキャラってのが出てきたのは、あのくまモンが最初から、私も最初思ったんだけど違って、あのくまモンじゃなくてあれだったんですよね、あのシコニャン、シコネ城のシコニャンってのが、あれがそのゆるキャラとして第1号だったらしいんですよ。で、シコニャンをはじめ、その5年後かなんかにクマモンが出てきて人気になっていったという。で、一番最初のゆるキャラ全国の大会で優勝したのがクマモンなんですね。だからまあそれだけある意味その民衆っていうか、その人たちが、クマモンがゆるキャラで、全国のゆるキャラで優勝した人だから、あの人が一番最初じゃないかって思われがちだったのね。ところが元を正せば、いや、シコニャンというのが一番最初のゆるキャラとして登場していたということだったんですね。ただそこから、うわーってものすごい数でこう、増え出したんですよ。会社から生み出したものもあれば、個人の人から生み出されたものもあれば。特にまあ個人でやってる、まあ大変ですよね。まあ国だったら、例えば国が公認してるものだったらちゃんとマネージャーがついたりなんかするんだけど、非公認ってのはマネージャーがつかないから、マネージャーがつかないし全部自腹ですからね、うん、どこどこの場所にイベントやるから来てねって言うんだけど、そのお金も出されないからみんな実費で行くんですよね。だからすごい大変なんですよ。ある意味その障害者が作業所に通ってる障害者と同じような状況って言ってもいいんじゃないかな、非公認の場合は。そういった状況下に置かれてるから非常に大変なんですよね。うん。
ただそこはね、なんかちょっと意地悪されてるみたいな感じでね、なんか嫌だなと思いますよね。そこはやっぱり公認されてるキャラクターがね、いるぐらいなんだから、そこは国が非公認というものをね、非公認キャラとしても認めないって事実も、交通費とかそういったものは支給してあげればいいのになって、食事代とかね、そういったものぐらいね、だって会場に呼んでも、呼んでもいいよっていう風になるわけだから、じゃあ呼んでもいいけど、じゃあ来れるもんなら来てみなみたいな、そんな感じじゃないですか、裏を返しちゃうのね。だからそれはひどいやろって話だから、まあなんですよね。まあそういうわけでちょっと話が脱線しましたけど、これは公認の、キャラですね。公認のゆるキャラで、まあ千葉県にある長生郡というところがあって、そこから出てきた公認されてる人ですね。で、太陽くんって言いますけど、太陽くんというのは平成15年に朝鮮村合併50周年というのを記念をイメージキャラクターとして誕生しました。で、降り注ぐ太陽と九十九里浜の青い海をモチーフにしており、手に村の花の浜汁顔を持ち、緑あふれる自然豊かな村というのをイメージしていると、いうことです。これ人形は大体ね、どこで手に入れたかというと、朝鮮村の図書館も兼ねてる 役場があるんですね。確か役場だと思ったら、そこで、文化会館か、文化会館じゃなかった、そこで手に入れましたね。まあ、大体こういうところって、そういうところだと、クレジットってのが大体効かないので、現金のみなんですよ。なぜかっていうと、クレジットでやると、クレジット会社の手数料とか結構高いらしいんですね。だから、グッズを売ってる側の人の手元に入るかというと、そういう人に入るお金は少なくなっちゃうらしいんですよ。だそれはちょっとひどいなと思いますよね。だからそれはクレジット会社も儲けすぎだろうっていう。ね、クレジットってもともとすごい儲かる仕事なんだから。だったら、もうちょっとね、手数料をもうちょっと安くするっていうか、できないのかなと思いますよね。だから、まあ、現金の方がいいんですっていう必要がある。だからまあそういった背景があるんだけども、まあ基本的にある意味まあそういうところがちょっとこうね、なんていうの、日本人らしいというか、そういったところがあっていいかなと思うんですよ。海外だともうクレジットカード、みんなクレジット いっぺんで、お金のやり取りっていうのは、お金と同士のやり取りっていうのはあんまりないみたいですからね。だからそういったところがまたね、クレジットじゃなくて現金でお願いしますっていうのもまたいいかもしれない。ただ海外の人は驚きますけどね、クレジット効かないんですよ、なりますけど、まあその方が現金の方がね、直接手に入りますから、作ってる人とかその関わった人たちにね、だからそういう方がいいかなと思います。これも可愛らしいキャラクターではありますよね。うん、太陽、まあ見たまんまですよね見たまんまの顔してます。で、花にこう持ってて、で、これ手に入れたらもう2体しかなかったんです。で、残り2体しかないから、そのうちに1体があるっていうんで、まあそれを買いました。だいたい金額的には750円ぐらいかな。まあだいたいこの大きさだと、まあ、いるキャラによってちょっと値段はまちまちで違ってくるんだけど、まあ安くてもそれぐらいかな。大きいやつだと2500円とか結構するんですよ。で、これだと750円ぐらいだったんで、まあ、いいなというか、もう大きいやつもあります。2500円分ぐらいですよ。でかいやつもあったんだけど、それだと、ちょっと金額的にも、2000円ならまだわかんないけど、2500円もするから、ちょっと高いな、というのがあってですね。で、それはちょっと買えなかったんですけど、まあ、このものは、750円、1000円以下で購入できるから、まあ、手頃じゃないかなと思うんですよ。で、こう言って、でもある意味このね、全国各地にはいるキャラってのがいろいろいるから、まあ今のようにお土産として売ってたりとか、役場で売ってたりとかするから、まあ、ついでにね、買うこともできるので、そういった点はすごくいいなと思う。最近はほら、クック電車の駅なんかでもね、駅にもよるけど、そのキャラクターがいるんですよ、電車のね、各電車を応援してるっていう。だそれと同じように、ゆるキャラってのも全国各地に、全47都道府県全国各地にそれぞれキャラクターがいて、その中からさらに市町村のキャラクターがいるんですね。だからそういった中で、基本的にほとんどゆるキャラがいるところって言ったら、町とか市だとか、区とか、そういった、まあ、比較的 大きな町っていうかな、そういったところにキャラクターがいたりするんだけど、ある意味村でキャラクターがいるっていうのは、
まあ珍しいっては珍しいと思うかもしれないですね。全国47都道府県に行っても、その全国の市町村にとっても 村の中からこういうキャラクターが生まれてきましたっていうのは あんまり例がないというか、かえって珍しいかなと。唯一村の中でキャラクターが出てきたっていうのが珍しくて、唯一だと、ま、町から生まれてきたとかね、うん、そう言ったら分かんないけど、村から生まれてきたっていうのはなかなかないの、ね、なんですよ。だから長生村というように、長生村というのはその各地の村から集まってできて、普通は集まってできた長生村って村ってすごい小さいってイメージがあるけど、結構小さい割には結構発展してるんですよね。なぜかっていうと、この長生村っていうのは工場で成り立ってるんですよ。工場で成り立ってる町なんで、結局その工場の収入、税金としての収入っていうのが大きいらしいんですね。商業とか住宅とかとかだと。でそういうところが大きいから、まあそこでなんとか村として維持できていると。で、だから一時的にはその他の町と合併しませんかとか、市とか合併しないかって言われた話もあったらしいんだけど、まあそれを断固として、これはちょっと村の、まあ、そうじゃないと村じゃなくなるっていうことで、その村というところを大事にしたいということで、それを断り続けて、今の現在に至るということです。でもそうやって考えるとすごいもんですわな。うん、だからそれでこうやってキャラクターが生まれてるわけですから、すごい立派なものだと思います。というわけで、まあその長生村と言われてるものですらね、長生村ですら長生、あの村の前には郡というのがあるから、そういったらここ合併したんですよね。でそれで長生村とでも生まれて50年、すごいことですよね。でちなみに長生村にはこのキャラクターしかいないですね。あの地域によっては、例えばいすみにはね、あのいすみだけじゃなくて、他にもなんかいるんですよ、キャラクターが2人ほどね、うん、マキベとかなんか他にももう一人いるんですよ。ただあのこういった中で、その市町村によっては一人しかこれはいないんです。だから市町村によっては、あの市によってはそのキャラクターがたくさんいたりする場合もあるので、まあそういった可能ところもあります。でもこれはあの太陽君の場合は太陽君のみと。でしかも、まあ、分かってきたことと、さらに分かってきたことっていうのは、要するにこういうゆるキャラだったらみんなぬいぐるみ化とかそういうグッズがもちろんされてるんだけども、みんなぬいぐるみとかキーホルダー化されてるのかなと思いつつも思うじゃないですか。ところが実際にはそのグッズ化はされてても、その問題はぬいぐるみ化になってないですとかっていうのは意外とあったりするんですね。当然私はなんかぬいぐるみとして売ってるだろうなと思ったら、ぬいぐるみの方は聞いたところ、ぬいぐるみにはないんですよっていう、そう言ったのもあるから、そこはちょっとね、だってさすがに全国行ったら2000人ぐらいもいるんだから、それだったら一人一人なんかね、あのぬいぐるみとしてなんかね言ってほしいなというのを出してほしいなというのがありますけどね。でそう言ったら、だからあのキャラクターによってはですね、あのどっかの市町村によってはその、ま、週に毎日のように非公認キャラクターの場合、週毎日のように歩いてるっていうのもいるらしいですよ、うん、だからそういうのは大変ですよね。しかもこの時期の夏ってなるとね、みんなもう命を取られるっていうのを覚悟でやってるますからね。だからもう大変な思いです。なるほど、この人たちはほら、ある意味人間じゃないですからね。宇宙人でもあるし、妖怪でもありますからね。要は、キャラクターってのは妖怪って言っても過言ではありませんから。まあ、妖怪って聞くとね、なんか悪さするんじゃないかと思うけど、別にこれは悪さをする妖怪とかじゃないですか。人に元気を与えて、ね、子供たちを元気を与えてくれるものですから。子供が落ち込んでたりとか、大人がなんか仕事で嫌だなって落ち込んでるときに、ね、なんかこう元気を与えてくれるという、こういう人たちがいる。だから決して悪い妖怪じゃないんですよ。かといってその悪い宇宙人でもないわけですね。良いことをしている人たちですね。まあその中の数多くの中で、千葉県にはこの長生郡というのがあって、そこから生まれてきたのが太陽君という子ですね、うん、こういうふうに、こういう本来こうやって花がしぼんでるんだけど、この人ね、でもこの朝顔が本来はこうやって、パーって公式のところで見ると、これが咲いてるんですよ。
ただ今ちょっとこれね、しぼんでますけど、これちょっと咲いた状態にしてほしかったなってのがありますけどね。まあしぼんでるというのがちょっとありますけど、まあなかなか可愛らしいです。他でも紛らわしいんですけど、やっぱり同じように太陽君みたいなのがいるんですよ。あの横浜のどこだったかな、あのところにいるんですよね。神奈川か、神奈川のどっかの方にいるんですよ。やっぱり同じように太陽君っていうのが、名前も太陽君だから同じなんですね。だから下手に太陽君なんて呼ぼうもんだったら、あの来てしまうんですよ。一人だけじゃなくて他の人も来てしまうのがあるから、あのなんとかの太陽君っていうね、調整村に住んでいる太陽君って言ったら分かるんです。ただ太陽君って名前だけ呼んでしまうと、他のあのね地域のいるキャラクターたちが自分のことやと思ってみんな来てしまう可能性があるからね。それはもう名前と名字が人間にあるみたいに、やっぱり名、ね、名前と名字をこう言ってあの言わないとあのダメですね、うん、そう言ったの。でも基本的にやっぱり誰が考えてるんだけど、やっぱり考えてる人はみんなやっぱり同じようなイメージなんだろうね。みんなこうやってね、こう顔が柔らかくて可愛らしい顔してるじゃん。書いてあのメロングマみたいにものすごいこう顔してるっていうかね、ああ言ったのはなかなかあのいない。まあ後にメロングマ怖いって子供から言われてるから、まあそのね、こうすごい人を襲うぞみたいな顔してるよりは、もっとこう柔らかい感じのね、あの瞳のメロングマもいるんですよね。ただメロングマって言ったらね、おばさんがメロングマに食われてましたからね、あのそういうちょっとイベントの時にメロングマがね、あの北海道の方出てきた時にね、おばさんがいたんだけど、そのおばさんが完全にメロングマに食われてたって衝撃的な火曜サスペンスのね、ような話がありましたけどね。まあこういうふうなあの、うん、でも基本的にやっぱりゆるキャラっていうのはみんなを笑顔にするために生まれてきてるんで、まあこういうふうに可愛がってくださいみたいなね、優しいような顔つきしてる人多いですよ。たまにいるんだよ、あのなんかや優しい顔とはちょっと違うようなさ、なんかすごい目つきが悪かったりとかさ、ちょっと怖い顔してるっていうかな、まあそういうふうなのもいるんだけど、え、この人ゆるキャラって言ってるけど本当にあなた優しい人なんですかって逆に疑われるぐらいの怖い顔したキャラクターとかもいますからね。でも基本的にゆるキャラが出てくる、こういうキャラクターが出てくる背景っていうのは、みんなの笑顔を届けるためだから、もっとだから、まあみんなを笑顔にするために地球以外の生命からやってきたんです。うん。というわけですね。ただ中の人はちょっと大変ですよ。出てくる人にね。うん。何しろだってこのね、いつもこういうアニメとか、こういうね、なんていうの、絵の中にいるわけですから、それをこう、この地球に来てくださいっていうわけですから、それはやっぱり中の人の協力っていうのも大事になってきますからね。うん。中の人の頑張り次第で、その、このキャラクターたちが生き生きと来てくることになるわけですから。ただ、夏場になってくると、多くのね、ゆるキャラがちょっと倒れ込んじゃうっていう、まあ、これはもう、本当に命がけなんでね、大変なんですよ。でも、中には素晴らしい人いますからね。中にじゃあ扇風機をつったら扇風機なんかいらない。なぜなら扇風機なんか入れると機械の音がブーってするから、それじゃあキャラクターの要素としてちょっと崩れかかってしまうじゃないかと。だから私はあのなんていうのかな、こう扇風機なんてのはいらないっていう人も。中にあの思考人だと大体喋るのが多いんですよ。だからなんで思考人のキャラクターで喋くっていうのがいるかっていうと、まあそういうふうなマネージャーがつかなかったり、そういったようなことがあるから、まあこういうのがあるということですね。というわけでどうもありがとうございました。